今中博之はソーシャルデザイナー。社会福祉法人総会理事長であり、知的障害のあるアーティストが創作活動を行うアトリエインカーブの代表、クリエイティブディレクターである。今中デザイン一級建築士事務所一級建築士。1986年株式会社の村、工芸者デザイン部に入社。企業ショールームや国際博覧会などのデザインにとどまらず、 介護、医療施設、児童施設、障害者施設などのディレクション活動を展開。グッドデザイン賞、ディスプレイデザインアソシエーション奨励賞、ウィンドウデザイン通算大臣賞など受賞多数。2002年社会福祉法人総会を設立。理事長、クリエイティブディレクターに就任。知的障害のあるアーティストが創作活動を行うアトリエインカーブを設立。アーティストの作品を 国内外の美術館やギャラリー、アートフェアに発信する。芸術文化と社会福祉を加強する、ソーシャルデザイナーとして、行政や大学等での講演多数。2006年ビブリオインカーブ、2010年アトリエインカーブ専属のギャラリーインカーブ京都を設立。2006年金沢美術工芸大学非常勤講師、就任現在に至る。 2008年大阪成形大学芸術学部、准教授就任。2012年クラブウィルビー、サポーティングメンバー就任現在に至る。2013年、京都大学地域研究統合情報センター、研究員就任。2021年大阪大学昌平教授就任。2007年に、文部科学省、厚生労働省、国土交通省の時間勉強会で、 アートと福祉分野の新しい試みについて講演、同年文部科学省、厚生労働省が開催する障害者アート推進のための懇談会委員。2011年財務省ユニバーサル社会を創造する事務次官会議にて講演。2013年文化庁、厚生労働省、障害者の芸術活動への支援を推進するための懇談会委員。2014年、 村木敦子厚生労働事務次官、今中博之障害者の芸術表現の可能性、などの講演を行う。2014年文化庁、時代の文化を創造する、新進芸術回育制事業東京芸術大学、金沢美術工芸大学による、障害者の芸術活動を支援する、新進芸術回育制事業と、その育成を芸術系大学において行う。 基盤構築のための調査事業に協力、東京芸術大学、愛知県立芸術大学、金沢美術工芸大学、沖縄県立芸術大学にて講演。2015年厚生労働省、文化庁、2020年オリンピックパラリンピック、東京大会に向けた障害者の芸術振興に、関する懇談会構成員。2021年大阪府障害者施策。 推進協議会文化芸術部会副部会長。2021年4月現在、公益財団法人東京オリンピックパラリンピック、競技大会組織委員会文化、教育委員会委員として、東京2020オリンピックパラリンピックで開催される文化プログラムの選定等を行っている。また、東京二千二十のエンブレム選考委員会委員、公式ポスターアーティスト選考委員会委員、 東京2020日本フェスティバル共催プログラム先行委員会委員も務めていた。文化庁、厚生労働省、障害者文化芸術活動推進有識者会議、構成委員として障害者文化芸術推進法の基本計画の策定に携わる。1986年、大阪芸術大学芸術学部デザイン学科卒業、2013年、 流国大学文学部部教学科卒業2017年大阪府立大学人間社会学研究科社会福祉学専攻博士前期課程終了。単調など、ありがとうございます。